どうやって始めよう、どうしたらいい。まあ、じゃあ、ヤッホーみたいな。お久しぶりです。久しお久しぶりぶり。です。元気？まあ、元気、元気。みんなちなみに内定とかもらった？まだだよ。まだだよかっよ。た。 みんなの就活状況とか、前回の10月からの変化とかあったら順番に聞いていきたいんだけど、いなくん。はい、はい。稲です。内定は持ってないんですけど、最終面接があと3つ控えてるので、お緊張しております。もう内定出るんじゃないの？いや、欲マしいジ欲しか。い、もう本当に早く欲しい。志望度としてはそれは第一。ああ、第1が1個で、まあ、他も、あ、いや、あ、ごめん、4つだ。4つ。だけど志望度が一番高いのが1個あって、それ以外は一応受けてるみたいな、それがダメだったらそこに行くみたいな感じかなと思っておりまえす。ー、え、じゃあもう内定いただけたらもう終わるってこと？就活。そうだね、けど就活生の気持ち忘れない、ために一応 ES とか出そうかなと思うけど、多分やめる気がする。そうなんだ。すげえ。けどね、ダイアリーで動画ディレクターしてるから、就活生の気持ち忘れちゃいけないからさ、そうやね。もちろん、リー様はどうなんで私は、就活始めたの、ちゃんと。すか？で、キミスカに登録してて、スカート北中から8社説明会受けたのね。すごっ。5社本選考に行って、4社面接に進んでます。すごごい。おお、ついにリーちゃんが面接を。そうなの。しおんくんは？私は、志望度の高い企業の試験に1個落ちてですね、今志望理由とかをちょっとブラッシュアップしてるので、何も考えずにメールが来たところに ES を返すようにしええー、てる。 なるでほもど。偉い。それ大事だよね。そうしないとね、進まなそうだなと思って。いや、えらい、なんか志望度高い落ちたらさ、とこ落ちたら、なえて就活したくなくなんない？いや、なんかもうへこんでる暇がない時間になっちゃってた、気づいたら。 ゆいちゃんはどうなの？かくいう。私は結構インターンとかに参加してて、対面のインターンもいくつか参加して、で今本選考も受け取って、この間初めて対面の面接を受けました。対面の面接。そう、緊張しそう。めっちゃ緊張した。その面接が二次面接やったんだけど、それが通ったっていうのがさっき来てて、次の試験があるのでちょっと頑張ります。頑張ってください。頑張って。就活にどれぐらい時間使っとる？みんな。10月より増えたかな。ES 書いたりってこと？そうだね、なんか遅いと思うけど、自己分析の時間とかをもう一回取り直して ES 書いたりする時間は10月より格段に増えたって感じがある。いなくは。俺ね、多分週に2時間、3時間ぐらいだった。そこまで行ってたらそうだよね。やることきっとあるはずなんだけど、めんどくさくなってダイアリの仕事ばっかりしちゃうから。早く0時間にしたい。そしたらもうずっとオフィスいるんじゃん。確かに。ずっとオフィスいる気がする。 単位落とさないでもらって。いや、もうダメだ、28単位落としたから。やばい。なんか増えた？ そう、8単位増えたんだよ増ね、えたよ前ね。回。りーちゃんはどうだ？その説明会とか選考とか以外は時間使ってなくて、それも週に3日とか2、3日にそういう就活の予定を入れてるだけっていう感じかな。そうなんだ。いいじゃん、普段編集でね、忙しいもん。確かに。そうだね。編集と就活と学校ってなったらもうパンクしそうで。いや、そうだよね、本当に。すごい。ゆいは？私も10月よりは増えたかなって感じで、やっぱその対面のインターン、大体東京であるけんさ、しかも朝から一日中とかやけん、もうそれで一日使ったりするし、あとはその面接とかの準備他に結構時間使って。たりとか、あと ES 書いたりっていうので、まあ隙間時間でやってるって感じかな。ゆいちゃん、隙間時間のプロだもんね。なんかもう今やんなきゃやる時間ないって思って やっすげえ。とる。ちなみにスケジュール公開できる人いますか？できるよ。できる？かわいいんだけど。めっちゃかわ待っいい。てね。こんな感じです。すごい。なんか赤もめっちゃ多いしさ、編集もめちゃくちゃ多いし、リーチはあんま就活できてないみたいな、前回そんな感じやったけん、めっちゃすごくない？そう、めっちゃ就私活のして中でる。は就成績活なの。して、こんな感じです。青は全然就活とかじゃないんだけど、基本的に月水木金土日が
塾が入ってるので、その午前中を他のものにやっててるって感じかな。で大学があって、あとは OB 訪問がね今日2件入ってる感じ。うーん、塾との両立がすごい。こんな感じで水色とピンクが就活の予定で、こんな感じで毎日就活してましたかつて。すごっ、はい、私は手帳派なので、そういろいろ書いてて、うん、多分あんま分かんないと思うんですけど、ピンクは就活だね、青は撮影とかかな、ダイアリーの。と紫は面接練習とかグルディス練習とかの予定が、これが11月ですね。本当にすごいですね。手帳かけるの偉いよな。いやもう書かないと分かんなくなっちゃう。豆。企業はさ、どういう軸で選んでるとかあるの？なんか考え直してて自分で思ったのは、結構こう熱がある感じだから、僕は結構行動したいし仕事もしたい熱があるので、なんかその情熱を受け止めてくれる企業さんがいいなとは思う。すごいね、かっこいいね。かっこいい。イヤ君には煽られてるしか聞こえない。いやいや、ホストも相まってかっこいいだと。いや、うわ、煽りだ。やかましい。イヤ君は何を軸に？これはあのいわゆるベンチャーみたいなところですね、うん、メガベンチャー、ミドルベンチャー、プチベンチャーみたいなところを受けてます、うん、リー様は？私はスカウトが来た企業っていう軸です、うん、一番明確な軸だね。自分からなんか探し方がわからなくて、今はなんか受け身な就活をしてます。なるほど。私はなんだろうな、なんかもう自分が興味あるところに出してる感じかな。なんかでもいろいろインターンとか参加してみて、その商材に対して自分がワクワクできるかどうかっていうのはめっちゃ大事だなっていうのは感じたかな。もうキーさんと話してるみたいな。なんでなんで。すごい。めっちゃキーさんや。商材へのワク、商材へのワクワク。あ、キーさんだ。キーさんがいると。キーさんに近づけるように頑張ります。みんな OB 訪問してますか？してないです。あれ半分半分だね。いなくんとしおんくんはどうやってその OB 訪問してんの？これは抹茶とかビジネ、なんだっけ、ビズリーチキャンパスとかを使って、うん、あの OB 訪問して、今は人事面談でなんかこういう人と喋りたいんですって話して、その人引っ張ってきてもらって日程化してみたいな感じでやっておりますが、そんなに件数は多くないです。すごい。多分みんなもいずれやることになると思う。そこがすごい。いずれ行くところにいる。あー、やばいやばい、もう叩かれ叩かれる。しおんくんは？私は抹茶で募集してるところに応募するのと、あとリンクトインで名前調べて探すのと、あとはでもこれは成功率低いんだけど、ツイッターの DM バーンと飛ばして、アポ取り始めたのが先週とかなので、なんか今からっていう感じ。その OB 訪問ってさ、どんなこと聞いとると？聞いとると？かわいすぎてね、しおんくんにやかってる今。聞いとるとだと思って、うん、いやでもこれはね、池田さんに聞いたよ。池田さんに何聞いたらいいですかって聞いて、1個が事業内容、もう1個が入社動機か、入社動機と業務内容、そこを聞いてるかな。いなくんは？僕は志望動機を株打ちすることが基本的にメインなのと、うん、あとは一応その企業でどんなキャリアプランを歩みたいかっていうのを考えるために、なんか1年目3年2年目3年目何してたんですか、どんなプロジェクトをやったんですかって聞いて、あと稲山的にこんなプランがいいと思ってるんですけど、これ実現できそうですかねみたいな感じでことが多いです。いやもう就活生としてのレベルが高すぎて、いやそんなことないですから、ね、就活生のレベルとかないから。一社につき何人ぐらいの人に OB 訪問してる？本選考を受けてるところは 2,3 人やってます。しおんくんは？まあ、3人聞くとまあ平均取れるよな確かにと思って、3人聞くために4人ずつに送って3人帰ってきてるでしょ。勉強になる。めっちゃみんないつまでに内定欲しいとかありますか？僕は年内に欲しいです。なんで？ 1、2、3月はスノボして遊びたいっていうのと、4年生になってからはインターンいっぱいして働きたいっていうところで早く終わらせたい。
僕も、いや、年内欲しかったけど、でもちょっと、今焦っても、自分の行きたいとこ泣いてもらえないと思うから、ここはもう割り切って、うん、まあ、遅くならすぎないように、来年の春、4月ぐらいまでには欲しいかな。私は、まあ、早ければ早いほど嬉しいけど、来年の6月ぐらいまでには欲しいかなって思ってます。私もそんないつまでの欲しいとかは特にないから、まあ、来年のまあ6月とか、それぐらいまでには内定をどっかから、いただけたらいいなって考えてます。ダメつくいつまで欲しいって、あの俺だけってこと欲しいって。いやでも目標があるからね、ここまで早く動いてるんちゃう、うん、寝れるぐらいやってたから、うん、有言実行の男なの、うん、やばいやばい、褒められてる、ありがとう。寝れてる。え、じゃあ年内に内定をいただけたらもう就活やめたいってみんな思っとる。焦った状態で受けてもなんか多分パフォーマンス発揮できないのかなっていうのはあるから、なんか抑えがあるというか、まあ、安心感を持って就活に挑みたい感じはあるかもね。やけどめっちゃそれわかるわ、うん、最後みんな就活のモチベーションをどうやって保ってるか聞きたいです。私はもうなんかやるぞっていう時にもう先のインターンとか説明会とかもう面接の予約をもう入れちゃって、モチベ下がっててももうやるしかないみたいな状況をもう作っとくっていうのでモチベを保ってるかなって思います。え、でも大事だよねそれ、うん、ね。でもそれやってたらほんまになんか全然やる気ない時にその予定入ってたらほんまにもううわなんかキャンセルしようかなとかなっちゃうから。いやめっちゃわかるよね、直前にキャンセルしようか迷うよね。だからなんか、まあ、心理的には良くないんかなみたいな。しおくんは？私は面接動画を見てる、めちゃめちゃ、うん、旬ダイアリーを見ると、うん、この人たちにはかなわないなって思いたくなくなるので、この人たちにかなわないって思わないように頑張らなきゃって思うとやる気が出てくるので、普段は地に落ちてる、頑張るしかないっていう感じかな。俺もしおくんと同じで YouTube とあとインスタを就活に染め上げてて、頭の中就活にするっていう奥義を使ってなんとかモチベーションを保ってます、うん、皆さんぜひおすすめなので旬ダイアリーのチャンネル登録よろしくお願いします。私は、まあ、ちょこちょこ遊ぶ予定入れたりとか、もうそれを楽しみに頑張るとか、あとは、まあ、リーちゃんとちょっと似とるけど、そのクレディスの練習とか面接の練習とかそういう予定を入れちゃったらもうやるしかないから、そこでもうモチベーションを保ってるって感じかな。最後に12月に向けてなんか就活の意気込みとかあったら順番にお願いします。いやちょっとほんとみんなすごいなと思ってるので、やってる感すらないから僕今だから、欧米訪問したりレシート書いたり、ちょっと自己分析のをもうちょっと深めて志望動機に熱量を持たせられるように頑張りたいなと思います。頑張ります。僕は今受けてるところの最終面接を頑張って受かります。以上、頑張って二次面接とか三次とか進んでるところがあるので、そこを突破できるように面接を頑張りたいなって思ってます。私はもう12月は今年最後の月だから、 ES の内容とかもなるべくもう固められるように、就活もっと力入れて頑張っていきたいなって思います。おっじゃあこんなゆるっとした感じでしたが、11月はみんなこんな感じで結構就活頑張ってたので、この調子で12月も皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなって思います。せーの、じゃあバイ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 。